さあ今週も始まりますスターフライデー .com。 プロ野球で活躍されていたスター選手たちが野球とグルメについて語り合うトーク番組です。今月は先週に引き続き元横浜ベイスターズのエースとして活躍された野村弘樹さんと、走攻守三拍子揃ったプレイヤーとして活躍され甘いマスクで女性ファンも多いそよぎ栄心さんでお送りいたします。あ、そして私アシスタント MC の大山美香です。この番組は11年連続顧客満足度ナンバーワンのスターフライヤーの提供でお送りいたします。さあ今回はですね、センター南駅から徒歩3分ほどのところにあります食楽厨房さんからお届けいたします。野村健次郎さん監督の監督になってから盗塁を取られてゴールデングラブ賞、はい、その時いかがでしたか。いやもう満足なシーズンですね。1年間でした。頑張ってきてよかったなと。盗塁を取ろうっていうことを思ってたんですか。いや取ろうっていうことは思ってないですけど、うん、なんかタイトル取りたいなってやっぱ思うじゃないですか選手って、うん、だからまあその時にまあ新人王というタイトルは取れたので、はい、まあそれは1年に一度、うん、一生に一度しかないので、まあありがたいことで頑張りたいなという思いながら、まあ、それからちょっとまあ2010年までちょっとまあ何ですかね、波が激しくて、くすぐってたんですけど、まあ、野村さんなられて、まあ、大学の先輩でもあるので、まあ、本当に助けてもらったっていう思い出しかないですよね。就任されて秋季練習始まったんですよ。9年の秋ってことだね、うん、でその時に監督室に呼ばれて、うわやって怒られると思うじゃないですか。怖いやし、はい、監督やし怒られるんじゃないかなと思いながら監督室行ったら、まあ座れと、うん、失礼しますって言ったら、まあ、とにかく一生懸命やれと、うん、今のままでもいいから一生懸命やれって言われたのがすごい思い出に残ってて、うん、でそこまでなんかもうキャンプ地の監督室でってことやろ。マツダスタジアムですよ、その時まだキャンプ行く前の球場で練習してたんで、うんうんうん、シーズン後のね、そうです、うん、その時にもやもや自分もね、なんで結果残せないんだろうっていうずっともやもやしてて、うん、そのままでいいから頑張れと、一生懸命やれと言われたのがすごいずしんと刺さって、うん、あ、じゃあもう一生懸命やってやろう、ただ一生懸命やってみようっていうことを、言ってもらって、その気持ちに火がついたというか、うん、そういうのは未だにこう鮮明に覚えてます。まあ、でも今までも一生懸命やってたのはやってるでしょ。だってやっぱつもりだったんでしょうね。つもりだったのか。はい、振り返ってみるとなんかこう訳も分からず一生懸命やってるのと、うん、明確になんか意識持ってやるの違うじゃないですか、うん、要するにがむしゃらにはやってたけどしっかりした明確なものを持ってやってなかったってことか。じゃあ今まで、いや、そういう声をかけてくれる方はそんなにいなかったので、うん、なんでお前はこうなんだと、例えばなんかこう怒られたりとかしてる方が多かったので、それは自分に原因あるんですけど、その何ですかね、歩み寄ってくれた言葉っていうか、そういうのがすごい伝わったので、まあ先輩でもあったし憧れでもあったので、あ、この人のためにちょっと頑張ろうっていう気持ちにはなりましたね。まあ具体的なことは言われてないんだ。じゃないですね。ここをこうしろとか、あれをこうしろとか全くなかったですね。じゃあそのじゃあタイトルなんか取るためには盗塁王でもなんか目指せとかそういうこともなくなかったですね。もうただそれだけです。その一言だけだった。ああ鮮明に覚えてるのはそのフレーズで、うん、もうあとそれ言われてからは何言われたか分かんなく覚えてないんですよ。それだけのフレーズを覚えちゃって、自分のいいところだけは取っちゃったんですけどね。なるほどなるほど、うん、だからそれがすごい鮮明に覚えてますけどね。で盗塁を目指してなかったけど、やっぱ足は速くて自信はあったでしょ。まあ普通かちょっと速いぐらいかなと思ってたんですよ、うんうん、それこそもう昔だったら赤星さんとか、うんうん、いろんな速い人見てるので、うんうん、やばい かなわないと思ってましたけど、うん、でその2010年のシーズンから僕が塁出たらブルーライトだったんですよ。もう自分のタイミングで走っていいっていう方針だったので、うんうん、まあ、それもあって盗塁はどんどん仕掛けていけたんですけど、うん、まあ、そのおかげで金次郎さんが監督になってからってね。そうです、はい、それまではもうこの時に走れとかサインっていうサインだったので、うん、それからはもう自分のタイミングで走るようになって、まあ、力勝負でできるならちょっと行ってみようとか、うん、少々行ってやろうっていうのはありましたね。うん、はい、逆にそのいつでも行っていいって難しくなかった。僕は
分そっちの方が良かったですね。この時に行けっていうディスゴールサインあるじゃないですか、うん、その時よりも自分のタイミングで行けた方が良かったですね、うん、で今でこそその山田哲なりがいて、はいはい、必ず大体一発目に走るじゃん、はいはい、自分はどうだった？僕基本的には速く走りたかったです。やっぱりバッターのこと考えたら、やっぱりワンストライク取られた後に走るとやっぱバッター待とうかっていうのに考えるからね、そういう気持ちが強いじゃないですか、うん、だから基本的には1球目からっていうのはありましたけど、うん、まあ運よく、まあ、バッターが僕に合わせてくれてた部分もあったので、うん、そこもある意味盗塁を取れた要因じゃないかなと思いますね、うんうん、走ったらやっぱ打たないとかわざと空振りとかいい。そうですね、まあ、その時も東出が基本的にはまあ組んでたので、うん、1、2番 でその時にまあ走ったらちょっとまあ打たないかなとかこうなった時は打つかなとか、うん、いう口合わせはやってましたね、はい、じゃあもちろんいつでも走っていいってことは東出もしてるし、してます、してます。走らないとか走るとかって2人でやり取りはしてない言ってましたよ、試合前に。ちょっとクイック早いからちょっとやめとこうとか、うん、もう打っていいからとか、うん、なるほどね。これはもう早そうに見えてクイック遅いからとか、まあ、そういうのはちょっと言ってましたよ、ね、うん、はい、そういうことか、そういう裏でもいろいろやってんだよね、うん、俺はただ放ってるだけだったもん言ってましたよ打たれとったよ打ったんじゃん、打たれとったの。でゴールデングラブか、シーズン15は。そうですね、うん、2010年やっぱ自分プロ入って、まあ、新人を取りました、はい、でその年盗塁も取れたけど、やっぱ取りたいタイトルってあったの？やっぱりゴールデングラブはちょっと興味ありましたね。だよね、はい、あ、やっぱり頭のどこかにありましたね。そりゃそうだよね、はい、ましてやショートっていうポジションは二遊間もそうだろうけど、そこで取れるっていうのはね。そうですね、やっぱりそのやってた時の他のチームのショートっていうのが、まあ、先ほど言った宮本さんだったり岩さんだったり鳥谷だったりっていうのがいたので、うんうんうん、あの厳しいなと思ってましたけど、うん、何度か取りたいなっていう思いが形になったのが、まあ2010年、うん、たまたまね、あの3割で盗塁を取ったので、うん、まあ、選んでもらったっていうのはあるかもしれないですけど、本当にあの年は全て順調でしたね、はい、まあその3割打ったことも嬉しかっただろうけど、盗塁王、ゴールデングラブ、はい、やっぱゴールデングラブが一番嬉しかった。嬉しかったですね、なんかもらえるじゃないですか、うん、グローブの金キのな、これどこ飾ろうかなと思って、みんなどうしてんだろうなって、うん、まあ、僕はもう実家にすぐ送ったんですよ、もう荷物になるからもう、うん、まあ両親もすごいなんか僕に言わずに試合観戦とか来てたみたいなので、まあ、そういうのを聞いた時に、まあ、やっぱ実家に送った方がいいなと、こういう勝負のやつは、で送って、まあ、家に飾ってもらってたみたいなんですけど、最近広島帰るじゃないですか、うん、菊池結構レンズぐらい撮ってるでしょ、うんうん、で同じようなグローブのトロフィーがあるんですけど、うん、それがいろんなお店に置いてるんですよ。すぐにやってないそうこんなみんなにあげるもんなのかなと思って、あの多分置けないよな、そういう考えたらと思って。だってあいつ何年か連続で出てる。そうですね、結構この前ももう立て取りましたから、今年も取ったもんね、まあ、まあ、みんなにあげてんのかなと思って言っても過保だよね、まあ、僕はもう1回しか取れなかったので、うん、まあ、それがまあ実家にあるだけなんですけど、うん、まあ、それでみんな取ってればね、置くとこなくなりますもんね、うん、でちなみにその初ヒットのボールとかさ、そういうのって持ってる人、まず家にあるのは初ヒットのボールと、うん、新人、特にチームの最多新人安打っていうのを打ったみたいなんですよ、ね、そこのボールと、うん、あとその日のスコア表、マーティー・ブラウンが書いてもらったやつを僕は直接もらったので、うん、それを家にはその3つだけですかね、うん、あるのは、うん、それだけですね、うんうん、俺分かれんのよ、俺家に何にもないの、どうすんの、初勝利のボールとか一切ないのよ、うん、だから俺はあんま興味ないの、もらってないの、いや、もらってんだろうな、どっかで、ありますよ俺興味ない、でも持ってる人はみんな持ってるの、いや、だって記念ちゃんとこう、なんかね、箱に入れたりして取ってる人もいるんだけど、うん、だそれでどうなのかなと思って聞いたんだけど、その3点ぐらいですね、僕が置いてるのは。
それこそ実家にグラブ、ゴールデングラブがあって、もうそういうものは実家に送ったんで、どうするかわかんないですけど、じゃああのメンツの中で取るだっての大きいよね。そうですね、たまたま他の選手が調子悪くてっていうのがその年だったんですよね、うん。まあ、意味でもやっぱり盗塁を取るためにやっぱり塁で長いのがやっぱり3割以上打ってるっていうのも含めて出塁率がそんだけ高かっただろうから。そうですね、でもその年に、うん、多分170安打ぐらい打ったんですよ。おうおうおう、結構打ってるって打ってるって。でその年マートンが200安打打ったんですよ。打ったな。200安打ってどんだけ頑張んないとダメなんだろうと思いました、その時に。はあ、相当打ってんだなと思いました。じゃあ170打っても相当打った感じしたでしょ。その時に、あ、自分では結構打ったなと思ったんですけど、だって毎試合、毎回に近いぐらい塁にいるからね、打てない時、次の試合にもう3本打ったりとかっていうのがあったんだろうなと思いますけど、もうあの時のマートンとか見たらすごいなとか、それこそイチローさんとか青木宣親とかもそうですけど、すごい世界なんだなと思いましたね。200なんだって。はい、もう別次元だと思いましたね。今日も216って言ってすごいことだね。おかしいですよ、本当に。当時でも100、効率持って143とか4か。そうですね、はい、そうだよね、はい、そうだよね、2010年って言ったらね、はい、そっかそっか、今ゴールデングラブ取ったのか。そうですね、今年じゃあまあ引退って形か。そうですね、全部が全部が、はい、プレイヤーとしては。そうですね、はい、悔いはないの？悔いですか、うん、ありますね。まだやりたい、やっとけばよかったなって思う部分もあるし。でももう言うてももう39だろ、はい、まだやりたい、やりたいっていうか、うん、選手と一緒に練習をしたかったっていうのが強いですかね。なるほど、ね、一緒にやりながらアドバイスしたいっていうスタンスで入ったので、そういう意味じゃちょっとまあ悔いが残るかなっていう。でもそういうスタンスだったらまだ十分できたわね。そうですね、だからまあ今まだ動けるので、うんうん、そういう例えば野球教室だったり、うん、例えばどっかの指導してくれっていう時は僕はもう自ら動きながらこういう風にした方がいいんじゃないのかっていう風に言いたいので、うん、そういう意味じゃ悔いというかやりたかったなっていうのは思います、うん。まあ、でもそれはこれからでもチャンスはあるよね。できますね、それは、はい、だからもう引退っていうのは区切りしましたけど、トレーニングも未だしてますし、だからなんか癖で病気みたいなんですよね。トレーニングっていうのはウェイト？やっぱりウェイトもしますし、ランニングやってるもんね。ランニングもします。本当？はい、俺もさ